て、審査を、していった経緯があります。というのは、僕もサバイバルアワードの審査からずっと関わってきて反省している点があります。というのは、去年、一昨年と続けて割とまあそのアトラクション系というかインタラクション系のものを、選びました。結局、場としては、にぎわってるんで、もう、にぎわってるのはすごくいいことなんですよ。みんな楽しんでくださってるのはすごくいいことなんですけど、少し作品の応募に関して、初年度とか、今年何回目だっけ、アワード、4回目かな、初年度とか、その次の年とかっていうのに比べて、少なくなってきているというか、なんかこう理系に偏ってる感じがあるんですよね。で、初年度っていうのはもう少しその、美術的な視点であるとか、そもそもその夜景をどういうふうにして作っていくか、さっき少し言葉ありましたけど、夜景開発っていう部分でのアプローチの仕方であるとか、美的だったり詩的だったりっていう、ただ本当に美しいとかね、そういう視点のものもあったと思うんですけど、少し偏りが出てきているっていうのは、ちょっと審査をしてきたものの責任かもしれないと思って反省を、しております。その、一つ一つの作品について、言っていくとキリがないので、ですが、環境技術とアートの融合っていうのが、スマートイルミネーションの一つの大きな冠となっています。で、環境技術っていうのはやっぱり大事なことなんですけど、かけるアートの部分っていうのが、例えば美的に見てどうなのかとか、人の心に訴えるのかとか、割と植物的な側面が非常に強くなってきていて、そこは少し危惧を、しております。面白い、楽しい、それだけじゃない何かっていうのを、アートっていうのは担っていくべきなんじゃないかっていうふうに、思って、そういう議論なんかも、しました。なので、受賞された方もされなかった方も、もう一度ちょっと自分の作品も、振り返っていただきたいと思います。それから、審査の過程において、作品そのものではなくて作品作りの、姿勢であるとか、極端に言えば資金性の問題であるとか、事務局にどんだけ迷惑かけたかなんていうのも、実は評価の、メインの評価ではないですけど、やっぱりその最優秀たる、ものとかっていうのは、その辺のこうマナーみたいなものとか、を例えばその言ってた量よりも物量が多くなっちゃったとか、申請とは違うことをしてしまったっていうのは、このイベント自体がこういろんな許認可申請をクリアして新しいチャレンジをして次年度につなげていくっていう、社会実験的な側面もあるので、そこであまりこう、大人のマナーが守れてなかったりとかすることになってしまうと、やっぱり継続性にも関わってくるので、そのあたりは、一つ、あえて言わせていただけると、苦言というか、はありますかな。大体そんなところかな。僕は今年は、こちらのメイン会場を実はアワードを中心に展開をしていくので、少し身を引いて向こうから、ひっそりと眺めるような作品を、しましたけれども、まだまだちょっとこうアワードに全てを委ねるわけにはいかんな、なんていうのを思いつつ、来年は復帰するのか、高橋みたいなそんな感じも思っております。はい。で、そういう意味では美的に素晴らしかったっていう意味で、優秀賞に、ピニーを、選んだっていうところは、あります。あれもそういう意味では、アドバンテージとしては、その室内の作品と屋外の作品だと、やっぱハードルとしては屋外の作品の方が圧倒的に高いので、そういう意味では屋外で戦った皆さんというのは、賞賛に値するとは思っ
越すことはない、はい、大丈夫、言い残すことは多分いっぱいあるかもしれませんがはい、ありがとうございました。では、最後に、アートディレクターの岡田の方から、はい、岡田です。皆さんご苦労様でした。初日と今日が寒いですね。ぜひ風邪をひかれないようにお願いしたいと思います。で、皆さんコメントをいろんな角度から述べていただいたので、まあ、特段付け加えることはないんですけれども、まあ、これ高橋さんおっしゃってくださいましたけども、応募要項に書いてある審査基準の他にこの催し全体の、趣旨があるんですね。で、まあ、そこには、環境技術とアートの融合と書いてあって、エココンシャスなテクノロジーが盛り込まれた表現であればいいわけなんですけども、やっぱりこれだけ多くの方々の目にさらされるわけですね。でそれは非常にまあ残酷なことでもあるんですけれども、高橋京太さんはじめバルバラさんはじめ、プロのアーティストたちとも比べられちゃうわけです。同じステージの上で、まあ、いわば評価をされるし楽しまれてしまうものなので、まあ、そこはぜひぜひもっとその神経質に真剣に取り組んでいただいた方がやっぱりいいですよね。まあ、応募されてくださっている方の中には、まあ、自分はプロじゃないから、こういうコンペに、アマチュアとして参加して皆さんと楽しめればいいんだという視点ももちろんあるかも分かりませんが、まあ、一方でその催しの趣旨としては、アーティスティックのアイディアとか、美しいデザインと、テクノロジーを融合させた新しい表現を期待しますということが、まあ、はっきり書いてあるわけですから、やっぱりそこのところは、まあ、特に学生の皆さんには申し上げたいですけれども、もっともっと強く意識を持って、取り組んでいただいて、また来年応募してもらえたらなというふうに思いますし、でもう一つはですね、海の森の、まあ、皆さんが、優秀賞を取られましたが、本当は得票点数一番高かったんです。で見た目も非常に素晴らしかったし、まあ、風景にも馴染んでいたし、まあ、大変良かったと思いますが、昨日の出来事ですかね、電気の扱いを間違えてしまって、まあ、もしかすると大事故だったんですが、でまだ皆さんが情報キャッチしてないかもしれませんが、神宮外苑でやっているデザインウィークで、火災が発生して一人亡くなっているそうです。でこういうことは起きうるので、やっぱりこう電気とかですね、公共空間で何かをやるときにはもっともっとこう真剣になるべきだし、まあ、これは事務局サイドにも言えることかもしれませんが、まあ、そうやって人命に関わるような ことが起きうるんだということも、まあ、頭の隅に置きながら、まあ、作品作りとかプレゼンテーションをぜひしていただきたいなというふうに思いました。言ってるときりありませんが、あとはオランダからようこそ来てくださいました。このコンペはどん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 、まあ、日本国中世界中に広げていきたい気持ちがあります。で今回は、まあ、応募総数もまだまだ少なかったんですけれども、まあ、これから世界に向けて情報発信しながら、まあ、大きなイベントに育てていきたいというふうに、まあ、委員長以下、望んでおります。また来年も、ここでお目にかかれることを期待しております。ありがとうございました。共通していたんではないかなと思っています。まあ、そういうことで、今回、まあ
2人の方には優秀賞ということになりましたけれども、先ほど、森さんの方からご説明しましたように、来年に向けての、提案によってですね、招待して、作品を作っていただくということになると思いますので、それはまた、ご検討をお願いしたいと思います。また今回応募いただいた方々、それからまた会場に今後応募したいと思っている方もいらっしゃると思いますけれども、ぜひまた新たなチャレンジをしていただければというふうにお願いしたいと思います。今回多くの方々、あるいはまたそれを支えてくださったいろんな企業の方々にも感謝の協賛していただいたところも、企業もですね、感謝の言葉を添えて、御礼の挨拶としたいと思います。どうもおめでとうございました。おめでとうございました。それでは最後、受賞した皆さんで写真撮りたいなと思うんですけど、大丈夫ですかね。